けど言ってないよ。さあ京都駅まで来ましたよ。まあ近鉄電車でそういう行き先方向まで見られないですね。あれですね、近鉄ですやっぱり地下鉄用向けな感じですね。モーターのギアのなんかね音の感じとかが、すごい音、すごい音やな。で、こっち行ったらかな、逆や、向こうや。なんか京都感すごいですね。ちなみにあれなんですね、京都駅では近鉄線の乗り換え案内はしないんですね。JR と他のやつは言ってましたけど、面白いもんですね。でとりあえず南側の方から乗ったらいいはずやで、ここから多分人が多いでしょうから、もうカメラ一回切りますけどね。よいしょ。まああと30分、まあちょうどいい時間じゃないですか。なんか京都はどこを目指してんだ。あれもそうか、京アニもあるし別にいいのか、いけるっちゃいけるんか。そうか強いな、持ってたわ京都は。さあとりあえず京都まで来ましたから、まあ思ったより人通りも大丈夫そうなんで取っていこうかな。近鉄の方に行ったらいいのかな。バス乗り場、あでも八丈口こっちってなってるからこっちから行こう。八丈口っても書いてあるじゃん。そう八丈口ってなってましたからね。あ本当だ、高速バスこっちってなってるわ。空港バスってのは何、これ吹田の方に行くの、あ関空の方に行くのかな。行けるバスあるんやね。ああ東京、バス乗り場、京都駅前のバス乗り場で八丈口って言うとこっちじゃないな、もう一つ向こうやな。分かってきたぞ、分かってきたぞ。なんとなくこんな感じで地下からスーッと抜けれるんですね。これ上の方登ったら多分相当すごいですからね、人が。ちょっと人混みを避けながら移動するのにもちょうどいいですしね。これはいい三密回避の仕方をもう案内できてるんじゃないかな。どうでしょう、京都アバンティ。でホテル京阪、あホテル京阪ってなってるわ、こっちでいいんだ。アバンティレストラン街で、あ出てる、京阪高速バス、あーこれだこれだこれだ。で回転寿司なんかも入ってるんだ。長次郎高そう、回転はしてるけど、ちょっと今の私の財布では厳しそうだな。よし、あホテル京阪ってなってる。よし、あ無事着きそうですね。あるからもう。でさすがにまだ来てないよね、中尾なんかがあるけど。